森美術館。いかがですか。今日の全日本女子プロレスは熊本からの放送であります。熊本市体育館、すぐ裏の方ですね、綺麗な水が流れてましてね、これ水前寺公園って言うんですけどもね、20年前になりますかね、マッハ文明がここでデビューいたしましてね、まあ大変お客さんが、そんなこと言ってる時じゃないですけどね、早速今日のお客様をご紹介することにいたしましょう。まず私のお隣でございます。いつもは宮本久夫さん、今日は菅原真琴さん、はい、トータルライターと。実は知る人ぞ知るって言いますか、はい、放送作家で知らない人誰も知らないですね。いやいや誰も喋りますね、放送作家ですね、さすがに放送席は手薄だというのですね私がこう助っ人になるんでしょうか、こんな無駄。いやなりますよ、いつもはあの、はい、表の顔じゃない、ね、裏でこの番組を伝えている。例えばプロレスで、はいね、はい、なんとかって名前があったような気がするんだけども、はい、今日はあの篠野さんをフォローすることに専念しますので、わざの名前はもう大丈夫、ね、今日は三宅君、はい、安心だよ、まあ三宅君のところに今日はそうなんです、長坂がね、料理担当者が、長坂がですね、うん、鬼のかくらんで熱出しました、うん、風で倒れました、あれあれ、こんなこともあるんですね、今日は私一人で、はい、よろしくお願いしますよ、はい、おりますが、その代わりといってはなんですが、うん、協力ゲストを今日はお呼びしております。よ、3月31日横浜アリーナで、復活を遂げます、うんうん、バット吉永選手、よっよっバットは久しぶり、ですね、頸椎をね、痛めて、はい、プロレスからは引退ということだったんですが、どうなんですか、その後。いや、もうバッチリですよ。バッチリ、はい、でもプロレスはダメ。でもケミが誰かなみたいな。バットは攻撃、ね、攻撃だもん、ね、アリーナではですね、うん、格闘技戦を、うん、あの石本選手とやるという、うん、どんなバットがちょっと勝って、うん、石本ダウンに大丈夫でしょうかね今日はですね、あの後ほどの解説も、そうお願いします、よろしく、はい、期待してますよ、はい、さあということで、そのお話に出ましたですね、横浜アリーナの全カードがですね決定いたしました。ご覧いただきましょう。メインは何と言いましても 3WA 世界シングル選手権試合でありまして、チャンピオン豊田真奈美対チャレンジャー井上京子、はい、そして堀田由美子のですね、アルティミットファイティングもあります、はい、その他ですね、ご覧のようなカード盛りだくさんでありまして、はい、全11カードということになっております、はい、チケットの方もまだね、ありますので、お早いうちにいい席を取っていただき、 そしてこの放送はこの中継の中でご紹介しますので、そちらの方も、お楽しみにしていただきたいと思います、はい、そしてその横浜アリーナで残念ながら引退してしまう長谷川早紀江選手にも今回来ていただきました。おいやね、いよいよ近づいてきちゃったんですけどもね、はい、本人の気持ちはどうなんでしょう今。いやまだ全然実感ないんで、やめてから1ヶ月2ヶ月ぐらいしてから実感湧くんじゃないかなと。何か目が潤んでるよ、もうない本当にやめてください笑ってたんですよ、なんかあっけらかんとしてるような感じもしない。いやいや、ねえ、引退ということで同期のバット選手がね隣にいるという、うん、バット選手は復活して長谷川選手は引退してしまうという横浜なんですけどもね、バット選手はこの長谷川選手の引退をどういう風にね捉えてるのかと。それがまだ全然なんか何だか分かんないですよ多分自分が全然サバサバしちゃってるからなんかね、そうだと思うんですけどでもアリーナでは僕は泣くと思いますけど、長谷川選手には後ほどね、はい、自分の試合が終わった後後半の試合で、はい、ゲスト解説ということで、じゃあ今日もまた放送するにぎやかにいきますね、はい、にぎやかにいきましょう。本日の第1試合6人タッグマッチ20分1本勝負を行います。青コーナー115パースのみかよ、同じく120パース谷山同じく130パース
赤コーナー115パンツもがきまきおれさく135パンツ渡辺美沙でおれさく全国タッグチャンピオン110パンツ深熊本市体育館、これから20分一本勝負のオープニングマッチを迎えます。選手紹介一人一人に温かい拍手が送られておりました。熊本のファンからの非常に温かい声援が送られております。さあ非常に若い6人がリング上に集まっております。深川由美赤コーナーが、キャプテンという形になるわけで、菅原さんこのあたりを見ましょう。深川のね、どんな戦いをするかっていうのが非常にね注目されると思うんですが、どうでしょう。まあこう見ると深川がね、なんかだんだん貫禄みたいなのが出てきて、ただ今出てきてる一番若い世代のね、そうですね、最上と能見が、はい、やっぱり一番目立ってほしいっていう部分はありますけれどもね。ああそうですか。まあおそらくこの6人の中から、明日の全日本女子を背負って立つ選手が出てくるであろうし、また出てこなきゃいけないというね、メンバーでもあります。その中で一番若い最上麻里、能見佳代、非常にこの2人の人気も菅原さんね結構高くなってきてるみたいですね。そうですね、この2人一番今若い世代で、このたった2人しかいませんからね、はい、16歳と19歳、ちょっと年齢差ありますけれども、お互いがライバル、たった2人だけの同世代。あ、なるほどね、さあ追いかぶさっていったのが最上麻里の方です。こちらはまだ16歳。バット選手は何歳で入門でしたっけ。18ですね。あ、バットでやっぱり18、はい、18ぐらいで、ね、入る人が多いですよね最近はね。自分は遅かったんですけど、15ぐらいで入ってるから、また変わってるんですよね。みんな変わってるでしょうね。だって 3,4 年やったってまだね楽しいぐらいですからね。そうですよね、若いですよね、というね。まあそういった若い選手もどんどん入ってきているわけでありまして、この中から果たして誰が抜け出してくるか、まあ、そういう意味ではこの今渡辺美沙も出てきておりますが、こういったね体を生かしたね、そうですね、まあ、渡辺選手ももっと肉がついてくればと、変わってくるでしょうかね。そうですね、ちょっと。そして今出てまいりました深川由美、脇固めの体勢に入っておりますが、まあ、深川にとっては現在はね、まあ、チャンピオンベルトを持ってますし、まあ、問題はこのベルトに見合う、ね、力をねもっともっとつけていかなきゃいけないというね、そういう意味では今日の対戦というのは、まあ、引っ張っていかなきゃいけない立場だけに、その力というものが試される試合でもありますが、さあだいぶ深川選手も自分からいろんな技を出せるようになりました。あ、なるほどね、どうも今まではなんて言いますかね、まあ、先輩と組むことも多かったですし、まあ、先輩の足手まといにならないようにというようなね試合が多かったんですが、まあ、今日はチームワークを見てくださいというふうに深川選手は試合前言ってましたけども、まあそういったチームワークをまあ引っ張るのはねやはりバット選手、こういう時というのは一番上のね選手の役割になるわけですよ、やっぱり。そうですね、深川がそれをどこまで出せるかですよね。まあこういうふうに深川が捕まってしまってはね、これは逆にいけないわけで、さあ、おっと、お遠藤が非常に元気がいいですね。いい雰囲気持ってますね。まあ遠藤選手、はい、本人割とラフを生かしたね、そういうファイトをやりたいというような希望がありましたね。あ、はいはい、もしかすると獄門と獄門というかね、あ、獄門希望してるらしいですね、部分もあるかなと思ってるんですけど、まず声ですからね、あ、元気さが元気さ、そういう意味ではバット吉永ってのはすごかったですけどね。元気でやったんですけどね。元気はね、いやいや強さもありましたよ。そうですか、ありがとうございます。変えなかったね本当に。さあそして出てまいりました谷っちが出てまいりましたが噂の女、わー、3人攻撃、トリプルドロップキックであります。さあそしてこの髪を金髪に染めました谷山美奈、まあ、もうファンの間では谷っち谷っちというね、いわゆる昔の沼っちという ね選手がいましたけども、何かあの
あの影を求めているというような感じもありますわね。まあ、あのなかなかそういう雰囲気持ってるんですけど、本人は結構ベビーフェイス思考でね、意外とそういうケース多いんですよね。結構見かけと中身が違うというケースがあるんですけど、こういうふうに、金髪にね、もうこれ2月に入ってから金髪にしたのかな、2週間前ぐらいとか言ってましたね。そうするともう思いっきり開き直った方がいいと思いますよ、これを機にね。なんか自分は目立つからいいじゃないですかとか言ってましたけど、これ誰のあれですかね、アドバイスですかね。あのまあ本人、井上京子選手を割と支持してるというか、付き人もやってるんですけれども、なるほど、ね、京子選手はちょっとこれ見て首ひねったっていう話もありますけどね。どうなんでしょうか。もっと面白くしようって言われたらしいですけど、ね、十分だと思います、ちょっとあのシャランキューのツンクっぽいですね。ツンクっぽいですか。さあ、おーっと逆襟の体勢に入りまして、そこにストンピング。青コーナーの方がうまくチームワークを使っています。最上麻里が捕まりました。さあ16歳の最上麻里が捕まって、そして遠藤がまた逆襟固めの体勢に入りました。しっかり腰が折れています。さあどうでしょうか。ロープ際には再び谷山が移動しておりまして、そこに向かってこのロープに向かってなんとか逃げようとする最上ですが、また中央まで戻されました。まあ、この6人の中では一番パワーありますからね、まあ、見たところすぐ分かりますけどね。もうさっきも深川選手と当たった時もいっぺんに自分の構成に出ましたし、ね、それの体のパワーあるなしがはっきり見えますよ ね、 ね。まだ最上選手はこの年齢も若いというか、まだ体が出来上がってない分、あ確かにね、こういうふうに抑えちゃいますね。前ダンプ松本選手が来た時に何かかわいそうなようなね、あのまだ体つきだみたいなことを言ってましたが、まあこれは入ってからどんどん変わってくるでしょう。ただもう試合に随分出るようになって、お客さんの目に触れるようになって、もう今やモガマニアなんて、モガマニア、モガミのファンがモガマニアなんてですね、対するノーミスト、ノーミストノーミストなんて言いますけどね、これなんか菅原さんが作ったって噂もありますか。いや私じゃないですけど、後楽園あたりとは結構そういう評判で、あなるほどね、ファンの方も先物買いということでね、中にはマニアックなやつはあの、谷屋マニアに走ってるやついますよね。今のは作りでしょ。でもいやいや、さあホールに入った。完全にこの6人の中ではどうでしょう、今のところ遠藤信江が非常に目立った形になっていますが、逆にこの遠藤を叩き潰していけばその上に行けるという形になります。おっと畳んでいきました。スモールパッケージの体勢でありますが、カウントは2つです。さあそして、さあ最長身の渡辺美沙が出てまいりました。まあちょっともう少し肉がつけばという話がありましたけれども、まあこの人にねパワーがついたらものすごいことになりますけれども、さあ今は遠藤の方が構成エルボー。いや、あの JWP の山本代表がこの渡辺美沙に目をつけてましてね。ああそうなんですか。真面目に選手とアイドルとかそういう意味じゃなくてですね、将来エース級になれるっていうんでですね、もう随分前から目をつけてましてですね、他団体の代表ですがね、なんという引き抜きなんてことがあるんでしょうか、どうなんでしょうか。ああそうですか。しかしながら他団体からねそれだけの評価を受けるということは、まあ、それだけ、まあ、もちろん前場の中でもね、相当なこの期待を渡辺に対してはかけられているわけですが、やっぱり年々ちょっと体が背の高さとか、小ぶりになってきている傾向ありますんでね、ある程度の上背を持った人たちは割と貴重な存在ですからね。そうですね。おっとさあここで川が出てまいりまして、これは笑っちゃいけませんが、谷内の金髪を持ってきてましたね。なんか谷内が非常に引き立ちますね。おお出た谷内スペシャル。最近はこの谷内スペシャルもあのバリエーションが出てまいりましてね、これはパターン2ですね。パターン2、バージョン2ですね、パターン2ですね。これはこれいいですね。なんかお客さん湧いてますよ。湧いてますね。おーっとバックを取った、アトミックドロップ。これはもう渡辺美沙への得意技でありますが、おーっとニュートラルコーナーをうまく使いました渡辺です。オーカウントは2つ、ブリッジで逃れました。やっぱ体が大きいから豪快に見えますよ ね、 豪快にねやっぱり映えますよね、技がね。いいですね。羨ましいなっていう感じにね、どうしても他の選手になっちゃうでしょうね。周りの選手小柄な選手多いですからね。バットが何センチだったっけ。聞かないでくださいよ。あんまり言えませんよ。言えませんか。ちっちゃいですよ自分。あそうか。なんかすごいでかい選手は見ると本当いいなと思って、リングに立ってるだけでもレスラーってわかるじゃないですか。なるほどね、見た感じがね、はい、こんな技でもいいんですよね。アバランシュホールド。これは割と新しいね、アバランシュね、渡辺美沙選手本当上と聞いたら、
いい選手です。アトリックのコイク使ってますけどね、アバランシはあんまり使ってないですよね。ドロップキック、遠藤の上、さあ引っ張らなきゃいけないキャプテンの深川ですが、ここで体勢を、おバックリップ、あやっぱりみんな技が増えてますね、さあそしてもう一回、ちょっと両軍の対象同士ですから、あそうですね、いわば、はい、試合のこの流れをこれ一気に持っていきたいというそうですね、はい、さあカウントは2つ、遠藤はあの、今日あたりでも格闘技戦の練習してましたね、谷山と一緒に、だから格闘技戦もこれからね何か焦点を合わせてるような、ね、感じがありました。まあなんかちょっとライオネス飛鳥選手みたいな感じも感じがね、出てきたような感じがですね、だんだん新人選手もね、あの顔が変わってくる選手いるんですよね、はいはい、これいい方にこう井上京子選手なんかもそうですけど、あ、はい、いい方に変わってくるというのはなかなかいい傾向で、ね、まあその変わり方が早い方がいいですね、さあそういう意味ではこの人が一番変わったかもしれませんが、まだ出ますか、出るかな、おっと逆に抑え込まれました、逆さ抑え込みはカウント2つであります。さあ深川由美が一気に形勢を逆転するか、しかしこれは自慢に終わった、おーっと、おーっと、よくわからないが倒れ込み、倒れ込みヘッドバット、これはムラッキースペシャルの、パニッチスペシャルのパターン1ですよ、パターン1、パターン1、バージョン1でありますね、これがオリジナルですからね、あこれから発生していたんですね、あーっとこれはまだカウント2つ、やる前の手がいいですね、手がもう放送席バット吉永大受けであります。さあ対角線に振った、おっとこれは今タッチスペシャルに行こうとしたところでしょうか、深川由美がうまく捉えてカウントは2つであります。ちょっとパンチ間抜けなことやっちゃいましたね、さあ膝のあたりに、あでも気を取り直して待っておいて、さあ今度はモガミが出てまいりましたが、後ろで捉えた渡辺美沙絵が好フォローであります。ドロップキック、さあようやくモガミのいいところが出てまいりました、モガミの見せ場、さあそして渡辺美沙絵が出てまいりまして、2人攻撃に移ります、ドロップキック、さあ2人攻撃のドロップキックでありました。さあそしてこのままフォールに行けと渡辺美沙絵が叫んだ、ボディースラムからフォールに入ります、最上、さあカウントは2つ、昨年度の新人王でありますが、はい、この最上マリー、さあこれはですね、さあそしてあーっとこれは自爆になってしまいました。さあそして対象角の深川由美を捉えたボディースラム、さあそして対角線から、さあ対角線からあーっと、いや受けてますね、熊本市体育館、湧いてますよ、湧いてます、湧いてます、後楽園並みに湧いてますね、さあドロップ、それはパターン過ぎてますよ、パターン過ぎですか、これはここからか、ここからか、さあここから通りかけ、これは自爆、美味しいですね、おいか、さあそしてボディースラム、さあ最上段から飛んだ、さあフライングボディーポですから、そのままフォールに入ってカウントスリー、いやせっかくの、ね、谷山の見せ場だったんですが、自爆に終わり、そしてすかさずそこを深川が攻め抜きました。最後は深川がフライングボディハック、深川由美、渡辺美沙絵、最上麻里、この赤コーナーチームの勝利であります。世界のブランドをあなたに、パリス吉祥寺アレグリア、ブロードウェイもぶっ飛んだ奇跡の超人王国アレグリア、サルティンバンクを超え3月日本上陸、日産アレグリア日本公演、前売り券好評発売中。宇宙快感、走る快感、飛ぶ快感、近未来 3D シューティングガングリフォーム、セガサターンから。ブリヂストンのテントウムシは暗くなったら勝手にライト、ベルトもついて楽々ロスなし、ラクロス。ブリヂストン、
和田裕哉、長谷川咲シングルカウントダウンジュニア7番勝負第3戦30分一本勝負を行います。始まり青コーナーより椎名由香選手の入場です。長谷川咲へと戦うチャンスも本当に残り少なくなりました。若手の選手にとっては何かを長谷川咲選手から掴みたい、そんな思いでいっぱいだと思います。さあそのシングルカウントダウンジュニア7番勝負第3戦、今日の対戦相手は椎名由香です。3月31日、横浜アリー、それが長谷川咲恵のファイナルステージです。この日が刻一刻と近づいてまいります。どんな思いで一日一日を過ごしているのか。長谷川咲恵が今日は椎名由香と対戦、今リング上に登場いたしました長谷川咲恵です。第1回長谷川咲恵シングルカウントダウンジュニア7番勝負第3戦30分一本勝負を行います。青コーナー120%椎名由香。これは椎名由香に赤いケースと白いケースが数多く舞い込みました。青コーナー160%長谷川。そして長谷川咲恵にも純白のテープがこれまた数多く舞っています。リング上がテープで埋め尽くされました。長谷川咲恵シングルカウントダウンジュニア7番勝負、その第3戦であります。このジュニア7番勝負は、まあ、長谷川咲恵の後輩にあたります、浅利、玉田、前川、深川、田村、椎名、そして渡辺美沙恵、この選手たちとのシングルマッチを続けているわけでありますが、その第3戦であります。さあ思い切って飛び込んでいく椎名、さあそれを何か全部受け止めている感じの長谷川咲恵であります。さあもう一回いく3連発、さあそしてそれを全部受けておいてキックで返す長谷川咲恵、直行駅からドロップキック、とにかく長谷川咲恵はこの前にですね、いわゆるシングルカウントダウン7番勝負というのをね、菅原さん、はい、今のところ6つやってるわけですね、はい、3勝3敗というような成績に今残ってますけどね、はい、最後が、はい、3月20日の博多で、はい、現 3WA 世界シングルチャンピオンの豊田真奈美と戦うと、はい、いうことが決定しています。まあ、長谷川選手にとっては完全燃焼ロードといいましょうか、まあ、今はもう本当に、ね、バック選手に感じて気が付いて思いますけれども、はい、もう笑顔で、リングからさよならしようという意味で、なるほど、でもいい顔してますよ ね、 そうなんですよね、いい思い出を最後に一つずつ残して、引退していこうという感じがすごく感じありますよね。確かに一試合一試合バットね、はい、本当に思い出を作りながらっていう感じの試合なんでしょうね。そうだと思いますよ、でもいい顔してるんで、すごいもう外から見ててもね、もうなんか長谷川いいなって思える拍手が送られるんで、なるほどね、はい、逆に引退が決まってから吹っ切れた部分もあったでしょうね、この人はね。そうですね、ずっと期待されてる部分がね大きかったから、なんか最後乗り切れないところがあるみたいで、いつも、まあそういう意味ではね、吹っ切れたんじゃないですかね、そういう意味ね、はい、この勢いよしという感じであります。さあ椎名行け、ドロップキック、あっと、長谷川咲恵の今日はバットシビアですね。そうですね、やっぱり、普
通だったらあれ受けてあげてもいいかなという感じがするドロップキックですが払いのけました。ああそしてドロップキックはこんな風にやるんだよっていう感じで、ね、あなるほどね、今はもう本当両足飛びで真正面から行きましたよね。お前のはまだまだ甘いんだという、あさあそして今度はこうですかという感じですかね。今度は崩れ落ちました長谷川咲江です。もう椎名も落ち込んでる場合じゃないですよ、さっきやり返しましたけども、今みたいにね、やり返すところがまたいいじゃないですか、椎名、なんかそういう気持ちを長谷川咲江が今教えたようなね、感じがします。もうどんどんやらないとあっという間にこの試合終わっちゃいますからね。そうですね、はい、さあロープに振ったフェスカッシャー、これ得意技ですからね。はい、そして赤コーナーのセカンドロープに乗ったミサイルか、さあミサイルキックははたき落とされました。いやフェイスクラッシャーもね、もう100連発ぐらいやるとかよかったと思いますよ、ね、僕はまあ 100連、100というのはオーバーですけど、もう10連発とかもっともっとね、さあ最上段に登って、さあどうする、飛んだ、まともに食ってしまいました、椎名、さあそしてカウントが入る、カウントは2つ、右肩が上がっています。まあ椎名もこんな時間で終わってしまってはと、もっともっとこのあるいは最後になるかもしれない、ああうまく裏投げを切り返しました椎名、少しでも長くこのファイナルバトル椎名と長谷川、椎名にとって最後の長谷川との試合になるかもしれない、この試合を少しでも長くやりたいという気持ちでいっぱいでしょう。さあそのまま落とした、さあこれはうまかった、さあ取れるかどうだ、カウント2つ、いや今のは結構バット危なかったでしょ、危なかったですね、今のは結構ギリギリのところでした。いや受けてあげてるんだと思いますけどね。あそうですか、ミサイルキック、さあミサイル、さあ先ほどのその話からいけばこのミサイル4方向からやってもいいですねこれね、2連発1発になるね、ね、言ってもよかったですがね、カウントどうだ、カウントは2つ、あしかしブリッジでは返さなくなりましたね長谷川、椎名由香が懸命に攻め込んでいます。さあっとキックだ、そしてラリアートがんと、さあそして裏投げの体勢、これをかわす、ラリアートの打ち合いか、ソバットはかわした、お互いにお互いに相手の動きはよく見ています。さあそしてそのまま抑え込みに入る、カウント2つ、椎名もここから何か違う技で攻め込みたいところですが、さあどうでしょうか、ロープに振ってドロップキックは弾き倒された、そしてどうだ、こちらはドロップキック決まった、今の強烈でしたね、強烈でしたね、セカンドロープからのミサイルか、さあミサイルキック、これも強烈、ちょっと今脳震盪を起こしそうなドロップキックでしたね、あー渾身の力を込めます長谷川、一発一発に思いを込める長谷川のミサイルキック、さあどうだ、カウント2つ、まだブリッジで返す、返していきますね、やっぱりね、捉えたらおしまいですからね、捉えたらおし、本当におしまい、もうこれでおそらく長谷川とのシングルマッチというチャンスはおそらくないでしょう。そばっと顔面強烈に決まった、どうだ、カウント3つ、最後に受けたのは顔面への強烈なそばっと、まあでも椎名目から涙が止まりません、泣いちゃうバットも、まあ椎名選手もこの痛みを忘れないことですよ、はい、そうですね、最後はね、最後に長谷川からもらったプレゼントは強烈な顔面へのソバット、何かのバット思いがこもった最後のソバットでしたね、そうですね、強烈だったでしょう本当に、もう一生残ると思いますよ、ね、ああ泣き崩れている椎名由香、ありがとうございましたと頭をつけて最後の挨拶、あそれに応えます長谷川咲江、なんか泣いちゃいますバットが、ね、涙ぐんでますけどね、これが第3戦シングルカウントダウンジュニア7番勝負、あと4人がこの長谷川咲江の最後の授業を受けることができます。椎名由香にとっては思い本当に残すことのない素晴らしい試合だったと思います。長谷川咲シングルカウントダウンジュニア7番勝負第3戦、椎名由香を下しました、下の選手との、ね、試合っていうのもなかなか思いがいろいろあると思いますが、どうでしたか今日の試合は。そうですね、
椎名選手はちょっと若手という割には年がいっちゃってるんですけどその割には、何回もちょっと断念しつつも頑張ってるんで、その気持ちはすごく分かったんで、みんなからちょっとえぐいよと最後みんなに言われたんですけども、それでもその気持ちが、ね、あれば受けれると思ったんで、あえてやっちゃったんですけど相当手応えというか足応えというかあったでしょ、最後のソバットは。あ、かなりありましたね。Che strada? Ehi, usa shock torimushi. Bane de shock o kyushu. Bridgestone no shock torimushi. Ehi, aspettami! Gata gata surinayo. Vito, shin toujou. Bridgestone. Umi no chikara, itadakimasu. Umi no chikara, itadakimasu. Haguki o gyutto hikishimeru. Umi no chikara. Mineral en. Sansan no mineral en. Mou sugu.カードの世界が広がります。空の上から恋人の映画を見る。はい、元気ユージ。自宅で英会話学校に通う。 Here we go. Hi, how's it going? Good, thanks. Now for today's lesson. 誕生日プレゼントをビーチで購入する。これがマスターカードの考える近未来カード社会。お金の新しい形、スマートマネーマスターカード。今夜は満員に膨れ上がりました熊本市体育館。これから新ダブル世界シングル全勝マッチが行われます。まず伊藤薫、胸を張って登場の花道であります。今日は井上京子と全勝マッチと題しまして行われます。この試合、伊藤薫が果たしてどういった試合を見せてくれるんでしょうか。続きまして赤コーナーに井上京子選手の登場です。今全寮注目の選手の一人であります、井上京子。華やかなライティング、そして華やかな衣装、この人がリングに上がってまいりますと気分がパッパーとなる、そういった感じのキャラクターであります、井上京子。今ゆっくりと、そして悠然とリングに入ってまいりました。今井リングアナウンサー、これから選手の紹介であります。第5試合 3WA 世界シングル全勝マッチ30分一本勝負を行います。青コーナー、フリーダムフォース150パンス、伊藤カオ。さあ、今日は放送席でも同性の応援があります。伊藤カオル、赤コーナー、 3WA 世界タッグチャンピオン175パンス、井上。さあ、早くも先制攻撃を仕掛けましたのが伊藤薫であります。ああ、場外戦に持っていきました。これはまあ当然といえば当然の先制攻撃であります。大きく今場外で伊藤京子選手に対しまして果敢な攻撃を仕掛けていっております。ですが、さん、はい、まあ、当然といえばこれ、そうですね、当然ですよね、はい、もう放送席にも来ましたからね、今ね、四方をずっと触って伊藤薫選手が井上京子選手を引っ張って、そうです、ね、得意の椅子の山積みですね。あ、そうか、そうか、ね、やってますね、椅子なだれ攻撃、はいはい、やっております。
さあなんとか早めにリングの中に戻ってもらいたい、そんな感じがありますが今鉄柱にたきつけられました。いや伊藤薫選手遠慮会釈全くありません。今日のこの前場マッチでやります。ようやく2人の選手がリング内に入りまして今ゴングが鳴りました。そういえばゴング鳴ってなかったな、鳴ってなかったうちにね、もうあの大変な安全が展開されております。パッと吉永、はい、まああのこの伊藤薫選手とはね同期生ともありますけども、同じような、はい、どちらかと私たちから見るとタイプみたいに思うんだけども、ね、攻めて攻めて攻めまくれっていう。そうです ね、うん、ね伊藤はでも本当に攻め派なんですよ。なんかでも安心感があるんで、うん、それをなくしてほしいですね。あそうです逆に、うん、なるほどね、はい。まあ、今年大いに私たちも注目しなくちゃいけない選手の一人であります。そしてうん今の動きなんか見てますけどちょっと井上京子苦しそうかな。そうなんかさらしがすごいですね、試合前の感じでも受け身も取れないような、そう状態だと言ってますけれども ね、はい、そうすると三宅アナウンサーが言ったようにダブルフットスタンプなんかこれね急所に食らうと大変なことになると。今日は井上京子選手ちょっとあのピンチでやります。さあしかし相変わらずという感じ BDT を仕掛けました。これはもうガッツーという感じ綺麗に入りました。長谷川も確か、まあ、あの引退がね刻一刻と目の前に迫ってますけども残念だったのは CWA のチームの体力に挑戦できなかったとこれ言ってましたよね。それに近いチャンスを十分いただいてたんで、そうだよ、まあ、自分がままにできなかったんで、はい、それはあのバットだと同じことだよね。いや自分はまだまだ全然井上京子この辺りにプロレスでやはり挑戦したかったそんな気持ちはあったでしょ。京子さんには挑戦したかったです ね、はいはい、これからあの格闘技路線ということでね、はい、また新しい路線を見つけたわけでこの辺りには大いに期待したいと思います。いやでもバット選手も井上京子選手にシングルで勝ったことあるんですよね。はい1回だけ、ね、ですよだって将来の全場を背負ったつ私たちはあの本当に勝負だと思ってたもん。本当ですか、ありがとうございますねえ。さあ今度はストンピング、そしてもう一回感動を使います。あこれはうまいところでねちょうどポジションがいいガッチリと入ってたまらず今場外にもう自分から向かっている感じでしたね。いや塩野さん今ねちょっとホーム席の前なんですけど、ねすごい顔してますよ。あ行ったよ、いやこれどう完璧に捉えました。完璧に入ったダイビングダブルフットサンプ。あそういやちょっとね、うん、この表情がものすごいですね。はい今日は相当来てるんだと思いますよ。いつもの京子のひょうひょうとしたあの動きがないもんね、うん、この辺りは心配だ。大変です。ブータルコーナートップに上がっている。ここから行くかどうでしょうか。かわしましたかわしたそしてラリアート京子の逆襲ですか。井上京子今ラリアートです。ラリアート、はい、ちょうどこの放送席から見えません。本部席三宅アナウンサーの前で今度は鉄柵、今度は鉄柵に立ち、そしてラリアート、ラリアート、これも入ってる。カメラが捉えています。いやでもね、うん、あの攻撃をね終えたね京子の表情まだねきついですよ。あそう、長谷川選手なんかあの同じ今選手同士ですから井上京子の実際のねコンディション体調なんてのよく分かってるんじゃないの。相当辛そう控え室なんかで。あそう、うん、だから自分たちって全部バスで移動ですよね、うん、だからそうバスでも休めないんじゃないかなと思うんですよ。席離れてるんでなるほど分からないんですけど、うん、痛くてそうでしょうね。まああのさっきバットも言ってたんですけどもね、選手というのはもうどっか悪いところがあってもう完全にあの調子がいいなんていう人いないわけでね、それをどう隠してというかね、はい、騙しながら試合をやっていくかというのがこれがあのプロレスラーの生活なんでしょうね、はい、ですからでも自分調子いいですよね。おそうか今になっていったんだ遅いんじゃないのちょっと
ね、絶好調を宣言いたしました長谷川崎。ひょっとしたらあのカウントダウンなんか言ってるけども、またあのカムバックあるんじゃないのかな。カウントアップしたから、そうそう、カウントアップ。なるほど、おーっと相手にかわされました井上京子。さあ今度は伊藤が飛んだ、一気に飛んだ。これは見事に命中でやります。今日は井上京子、いつもの京子らしかありません。試合開始の序盤戦からずっと伊藤薫のペースが続いている。そしてもう一回場外に飛んだ、これも入ってますね。内臓ドピュッてやつ、本当に内臓破裂の心配もあります。伊藤薫ずっとスタンプ。そして今度は椅子を持ち出しました。お、椅子の上から行くんでしょうか。ねえ、そうですね、ロープじゃなくて椅子の上から。さあこれも綺麗に飛んだ、まさにお腹に命中という感じであります。あれ長谷川なんか何回も食ったと思うんですけども、どんな感じがするの。そうですね、昔は伊藤60ちょいしかなかった、はいはい、今じゃ70近くあります、ね、ウエイトがついちゃったからね。だからもうすごい武器ですよ体が。本当にそうでしょうね。しかもあのウエイトがあまりなかった時はもう独特のダブルフットスタンプみたいなのやったそうですけどね。男子もやるんでしょう、結構この技を使う選手いるんでしょう、菅原さん。まああまりないんですけどね。あまりない、あそう。今や伊藤薫が、代表選手ですから、ね、今なんかは心から飛んでますから、これはもうめちゃくちゃ効いてくるような感じであります。さあ2人の体勢にカウントが入る、カウント危なかった。これを決め技にしている選手なかなかいないですから、そうですか、第一人者と呼んでもいいんじゃないですか。しかしあの個性的な技っていうのを自分の持ち技にするってのは大切なことですよね、一発で覚えられちゃいますもんね、さあおっとこれはエルボーで反撃。さあ今度はどうするか、また捕まえている、カウントが入る、カウントは通過、2.5、 1回にならず2回までもうカウント 2.5 まで追い詰めてまいりました伊藤薫であります。今度はパンチ攻撃だ。そしてどうするか、もう1回これをマッカースバックを取った、邪魔に入る、カウントが入った、これも通、しかしこれも通であります。今みたいな体勢は相当効いてますね、そうですね、辛そうですね、胸を押さえてますね、はいはい、ですからね、辛いんでしょう、技をかけて、しかしかけた自分が辛いというのもレスラーとしては大変であります。さあ今度はどうか、ふっと後ろに落とした、またいった、またジャーマンでいった、しかし最後までもうね持ちません、離してしまいました、ホールドの体勢に持っていけませんでした。さあ今度はどうするんでしょうか、また行きますか、スパイダーネストですね、スパイダーネストですね、はい、聞くじゃないですか、得意技の一つであります。さあ、クリワップになるかどうか、とゴングが鳴った、なるほど、タイムは来てなかった。しかし、井上翔と菅原さんが言ったように、自分が避けられる、あのウィークポイントをカバーしながらね、そういった技で決めましたね、大したもんだ、まあ、これも井上翔、一種の隠し技の一つというか、忘れた頃に出すフィニッシュホールドですからね、スパイダーネスト、蜘蛛の巣締めですけどね、はいはい、これを伊藤選手もさすがにあそこから強引にこう決められるとはさすがに読み切れなかった部分があったかもしれません、ですから開けないという感じでギブアップ。しかし今のは効いてました、あれは外れませんからね、そうですよね、はい、さあ井上京子選手こちらの方に戻ってまいりましたが、いやー、かなり今日は厳しいね戦いでしたね。はい、やられてしまいましたって感じです。大丈夫ですか、あのフットスタンプ、はい、ね、フットスタンプも、いやでも本当にもう一度あのコンディションいい時にもう一回当たりってみたいなと思う選手ですね、はい、やっぱり今やられたんで今ちょっと、ね、胸の肋骨のあたりが ね、どうしても、はい、何やっても響くって感じです、はい、ね、はい、でもやっぱり決め技がいくらでもあるっていうのが井上京子のやっぱりね、そういう気がしましたね、今日の最後ちょっときつかったんで決められるかなというチャンスはあったんですけどね、やっぱ切り返されてしまったんで、はい、久々スパイダーネスト、はい、はい、可愛がってあげないとスパイダーネストも、ね、はい、奇跡の超人王
王国アレグリア、サルティンバンコを超え3月日本上陸、日産アレグリア日本公演、前売り券好評発売中。アートネイチャー深夜毛髪ミニ診断、イエスは1、ノーは3を押してください。イエスノーで髪を簡単チェック、まず電話でできること。アートネイチャー深夜毛髪ミニ診断、0354662220。You're hired, boy. You got us a deal. Saint Jim Beam. 魂で生きている。俺ぞバーボン、ジンビーム。始まりアウトナより渡辺智子選手の入場です。熊本市体育館にこれから渡辺智子が入場してまいります。この熊本市体育館は昭和33年に竣工した日本でも今一番古いと言われている体育館であります。昭和33年といいますと、立教大学を卒業したあの長嶋茂雄がジャイアンツに入った時ではあります。古い体育館、歴史に歴史を重ねております。そして伝統の試合がいくつか行われました。今最も前女で輝いている選手の一人です。セミファイナルのリングに早くも CWA の頂点に立っている豊田真奈美選手の入場であります。今年は次々にこの豊田真奈美選手にチャンピオンの座を狙う選手たちが挑戦してまいります。3月31日横浜アリーナ、井上京子選手の挑戦がすでに決定しています。そして今日はその全勝マッチであります。今年のセミファイナル全勝マッチ30分1本の勝負を行います。青コーナー高校175パンスワン、渡辺智子、赤コーナー、スリーレベル世界シングルチャンピオン、150パウンド、トヨタ。白いガンが美しい豊田真奈美、そしてピンクのテープが飛びました。いや、こうしてファンたちもですね、試合を菅原さん、はい、うまく演出してくれますね。そうですね、先ほどの長谷川選手の試合の時は真っ白のテープで、そうそう、今度は同じこのフリーダムフォースの豊田選手にはピンクの鮮やかな紙テープが、ね、ランプしておりますけれどもね。ですから、あの白いガウンにね、このピンクのテープということで、はい、大賞も誠に鮮やかでした、はい、このファンの結束というのはすごいですね、同じ色のテープを投げるという、はい、これだけだって大変なエネルギーがいりますよね、ありがたいことだと思います。そして今日も私たち飛行機で東京から来たんですけども、大勢のファンがまた東京から今日のこの一戦を見るためにね、はい、同じ飛行機にも乗り合わせておりました。こういったファンの期待に応えなくちゃいけない全ての選手たちであります。今日はあの全勝マッチというのが2試合続いてますけども、はいはい、この試合だって菅原さん、そうですね、全勝マッチとして見なくたって注目の一戦というか、はいはい、私たちね、はい、今日は渡辺智子がどんな風に、あの CWA の世界チャンピオンにぶつかっていくか、興味津々ですよね、まあ、最も上昇の選手ですからね、もう思いっきり締めだるまになってですね、はい、さっき伊藤薫選手も、先制攻撃やってましたけれども、ここはもうどんどん先に行ってもらいたいね、ところですね、まあ、井上京子選手は体調が悪い中なんとか貫禄を示したんですけども、豊田真奈美選手は体調は絶好調のようであります。この
3AA の頂点に立ったトヨタマネムに対しまして、今本当に張り切りボーイ、まあ、張り切りボーイですか、いやいや張り切りボーイと言いたいですよ。そうですね、張り切りボーイですから、渡辺智子選手がどういった試合を見せるか。張り切りガールですよね、やっぱりね。めちゃまガールですよ。今のねアナウンサーの失敗、失敗、失敗じゃないですよ。追求しちゃダメ。張り切りガール、ね、張り切りレディ。三宅さんも笑ってます。あとで大変だもん。あまり塩野さんいじめてあげないように。ちょっと救ってよ僕のこと。3人にいじめられてんだもん。さあ試合に参りましょう。はい。今日はあの三宅君、改めてこの2人の選手について、ね、あのやっぱり渡辺も伊藤と同じですね、はい、3WA のチャンピオンにね、どれだけ自分が通用するか、やっぱり自分も少しステップアップしてきたっていう気持ちはね、多分渡辺智子は思ってると思うんですけども、はい、ただまだね自分が赤いベルトを負けるとは思ってないと、まだもう一つ上の世界だと、はい、でその前にオールパシフィックあるいは IWA ね、こういったベルトが取れるようになりたいんですよってことを言ってましたね。ただまあ、その一番頂点に立つ選手だから、自分がどのくらいの位置にいるかというのをね、この自分の肌で確かめてみたいというようなことを言ってましたね、はいはい、でねこの 3WA のね、対戦が近づいてますでしょ、はい、トヨタはやっぱりねある程度すでにプレッシャーみたいなものを感じてるらしいんですよ。ああそう、で井上京子はね全然プレッシャーないんです。ああなるほどね、井上京子ってもう3年目ぐらいからねプレッシャーを感じたことないらしいですね。あそうですか、なるほど。さあ今度はどうでしょうか。ロビングクレードに入りました。あっという瞬間であります。隙を見つけましたロビングクレードに入りました。場内から大きくため息、そして拍手が沸き起こっています。花本スカイ館であります。さあ、こうやろうということでね。さあ、今ロープに振って、ああこれは効いた、これは体重があると大変だ。甘すぎ起き上がっていいね。いやこれは大変です。トップロープに上がりました。さあ一問目からいく、どうするんでしょうか。死ねかよったー。おーっとまたいった。あれはもう狂気ですね。そうですね、いつもより余計になんか高く飛んで落ちたような感じ見ましたね今のは。しかし体が多くなってますが、なかなか警戒の動きを見せてますよね、渡辺智子。この辺りが最近のやはり調子の良さにつながっているんでしょうか。大変です。いやー風が早慶選手、それからバッテ吉永がいますね、え同級生ということで、ちょっとこれ挨拶に来たりしてはちょっと乱暴すぎますよ。乱暴ですね渡辺。あーっと危ない、ちょっと机が今、今もうあっという間にね、あーっといっすと机が壊れてしまいました。叩きつけられました。 3AA の世界シングルチャンピオンであります。なんということでしょうか、思い切って叩きつけました。長谷川なんとかしてあげてよ、ちょっと、3AA のチャンピオンがなんということでしょうかね。えさあカウントが続いている。ねえもうごめんなさいね、めちゃくちゃになっちゃったね。トヨタも今奮然としております。怒ってます。リングの中に入っていった。あーっと水を口に含んでましたかね。え今あの見た菅原さん、水を口に含んでましたよ。そしていきなりね吹っかけましたよ。これは驚きました。そしてあーっと両足を揃えました。強烈なキックでやります。ミサイルキック、そしてまたミサイルキック両足を揃えている。さあやっと今の場外戦で目が覚めたんでしょうか。トヨタマナミ、さあ渡辺行く、これは受けられません。さすがに受けられません。3連発であります。さあミサイルキック3連発からカウントを入れます。カウントは2です。まあ先日ね、あのドクターを、挑戦を退けたトヨタマナミでありますが、まあ今年はねいろんな選手が挑戦してまいります。おこれはどうか、後ろに回った。さあバックを取った、バックを取った。なんとかロープに逃れるという渡辺智子であります。さあどういっか、おーっとこれはうまくかわした。冷静に見てましたね。うん、
あの目標のような動きの豊田選手のあれをですね、俊敏に大したもんだ。そして場外にまた飛んでいきました。これはちょっと効いてますよ、この表情は。とにかく全重量を預けて強攻撃であります。このうまさがスローモア競技、そういった感じになります。今度食うとちょっと危ない感じだ。さあトップロープに上がっている、どうするんでしょうか。あーっと、これをうまくかわしました。そして今度はあーっと、うまくカウントを取りに行く。それでこう徹底的に体を体重を浴びせかける攻撃に徹しているところなんですね。なるほど、やはり自分の重量を十分意識してね、この辺りは大したものであります。さあしかし今度はトヨタ場外に飛び、ちゃーっと取ったうまく逃げた、逃げていってますよ。おーっと、また放送席の前でやります、この野郎という渡辺智子。あーっと、本部席に行った、本部席に行きました。三宅君大丈夫か。本部席のですね、扉が壊れました。はい、そして本部席の前だね、ボディスラム一発、ボディスラム、はい、はい、場外で一発、チャンピオンでやります。さあ今日はチャンピオンちょっと劣勢だ、ここまで押されています。そしてここから飛ぶんでしょうか。おーっと、一気にいった、完全に捉えました、完璧に捉えました。うん、これはちょっと効いているか、高々と飛んでいます、チャンピオン。ああ、一方的にやられている、そんな感じも。前半戦終わったんですけども、ようやく反撃に移ってまいりました、トヨタマナミであります。相手は渡辺智子。さあ渡辺ちょっと動きが止まってまいりました、髪の毛をつかまれた。そしてあっと、これだってあの簡単に見えて相当重いと思うんですけども、さあムンサルトに行くんでしょうか。ムンサルトプレスはどうか。今足が当たったんですけども、トヨタの方がちょっと、ね、今も俊敏な動きで渡辺智子選手がそうかわしましたよ、体は大きくなったんですけども、なかなかいい動きを見せている渡辺。さあトヨタ今度はどうか、相手の動きを今日はよく見ている。あーっといった、なるほど、最近これよく見せますよね、ドラゴンスクリュー、最近この動き、今これ出るとは思いませんでしたね、思いませんでしたか、はい、かっこいいぞ、ね、お、かっこいいぞと行こうと飛んでおります。もう一発いった、ドラゴンスクリーン出た。最近はこれを自分の武器にしております。そしてどうか、足音の木の体勢に入る、これは効果的であります。ちょっとトヨタ、いやいやいや、トヨタ危ない、トヨタ危ない、どうでしょうか。ガッチリと入っています、ガッチリと入っています。本当に俊敏な動きを見せています、渡辺大きな成長を見せています。今日はトヨタとの試合だけあって、渡辺の成長がよく見えますね、面白い試合になりました。いやドラゴンスクリューから4の字という一番そうなんですよね、攻め手を見せましたけどね、はい、これでトヨタ選手の足の動きが反射になれば、あー強烈だ。いやー、自分の闘志に火をつけるような感じ、バット吉永かっこいい、大したもんです、見栄を切ってますよ、見栄を切ってます、3AA の世界チャンピオンを相手にいたしまして、まさに見栄を切っている。がここで反撃を切った、カウントはどうか、カウントは危なかった。うん、そうなんですよね、こういったあの一瞬の反撃技がありますからね、逆転技を持っている。あっ、またラリアット、そうそう、強烈、今度は腕をきちっと固めている、足を止めておいてラリアットで仕留めるという、最後のそのフィニッシュになってますよね、はい、これに徹しられるかどうか。しかしあの 3AA チャンピオンも大切ですよ、今日はね、ここまで、さあやりましたね、どうするか、これからどういう技が出るんでしょうか、多くなったね、考えることはありません。本当にレスラーとしても大きく成長いたしました。さあトヨタがいった、後ろから強烈、両足を揃えました、ミサイルキック、背中の中に三角形あります、大の字になってますが、カウントするには見えません。今のことはあのカウントするで跳ね抜ける何か余裕みたいなものがありますもんね。いやー、面白い試合になってまいりました。この試合は30分の一本勝負であります。さあどうするか、またバックを取られた、バックを取られた、このままどうか、決めるか、どうでしょうか、カウント3つか、なかなかカウント3を取るのは難しいようでありますが、渡辺智子の動きもちょっと止まってきたような感じがいたします。
まずどうするか、叩きつけておいて、今渡辺智子大の字だ。今のはどうですかね、カウント3つか、これは危なかった。ムーンサルトプレス、がっちりとは決まりませんでした。なんとか跳ねのけています、渡辺智子であります。フィニッシュ宣告。どうするんですか、また行きますか、もう一回行きますか、もう一回行きますか。ムーンサルトプレス、両足が待っていた。渡辺智子よく見ています、両足が待っていました。さあ、まあ、こっとコールを落とした、このボールバスター体勢に入った。そしてどうでしょうか、今のは何ですか。キャノンボールバスターですね。怖いんですよね、キャノンボールバスターに行きました。とちょっと、ああこのまま行くと危ないぞ。ジャーマンでなんとかかわしました。惜しかったですね、キャノンボールバスターはね、これも得意技の実験あります、はい、今のカウントもう 2.5 ぐらい、はい、最大最後の決め手だよね。本当でしたね。さあ、しかしもう一回ファンにアピールしている。ロープに今振るか、と今度は逆転だ、うまくいった。さあ、ラパニーザー父ちゃんに行く。カウントは3つが入った。あー、一瞬の隙を突きました。しかし今日は全然健闘、渡辺智子全然健闘ですよね。大きな選手になりました。そうですか、やっぱり圧倒する部分が結構多かったですからね、今日の試合の中でもね。そして試合終了と同時に、あの長谷川早紀江さんは拍手を送ってましたね。今のは渡辺智子にですか、それともチャンピオンにですか、今の拍手は。あ、すいません、なべちゃんです。かっこいいですよね。すごい、かっこいい、かっこいい、かっこいい、ね、なんかやっぱりあのセコンドで見るのと、ちょっと違うなと。あ、なるほどね。はい、まあ、豊田選手もそれでも最後はスープレックスで決めるところはね、さすがに手数が多いというか、はい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 、相手の上回るレパートリーを持ってた、その辺がさすがチャンピオンですよね。まあ、豊田真奈美選手が ね、 多分ですね、最後はあの自分らしさを出したり、ね、自分思うんですけど、ドラゴンスクリューで膝前から痛めてたのちょっと多分痛かったと思うんですよ。だからサイクロンやるのが上がらないかもとか思ったんじゃないですかね。さすが狙ってたなと思います。考えてますね。見どころのある一戦でした。勝利を収めました豊田真奈美選手、こちらの方に戻ってきてくれました。お疲れ様でした。いやー、結構シビアな戦いだったような。あ、そうですか。もなべちゃんもパワー全開なんでそれに負けないように行こうと思ってましたけど、はい、はい、自分ではこの、まあ、いずれにしても横浜アリーナに向けてのね、はい、このコンディション作りということもあると思いますが、今の状況どうなんでしょう。はい、そうですね、もうおばちゃんだからって言っちゃいけないの、もうもうすぐ25だからまだ25じゃないですか。もうなんか最近おばちゃんだから疲れちゃったかなとか思うんですけど、まあね、まだまだそんなことすりゃべえ取ったばっかりだから、そんなこと言ってらんないから、もうね、頑張らなきゃいけないと思うんですけど、はい、はい、海の力いただきます。海の力いただきます。歯茎をぎゅっと引き締める、海の力ミネラル塩サンサーのミネラル塩。オノデンボーヤが未来と遊ぶ電気の世界を駆け巡り、電気いろいろ秋葉原オノデン。ハローマイディアスコイ、モマ、あなたはもう見ましたか。
はじめにアウトレディ下田2番井上貴子レシーベネット組の入場です。熊本市体育館、今日のメインイベントは6人タッグ。これから次々に6人の選手が入場に登場してまいります。スマイリングが華やかになってまいります。この辺りも注目。そして今年はこれから元気を出してもらいたい、そういったファンの声援が赤いテープに込められています。3WA の赤いチャンピオンベルトには一歩手が届きませんでした。しかしトヨタ愛美を圧倒する堂々たる試合を展開しました。堀田であります。いや本当にまあ6人の選手がこのリングに登場しますと何かもう試合をやる場所がないような狭さを感じますですよね。この6人タック60分1本勝負、まず菅原さん見どころは何でしょうか。そうですね、重量級の人あり、キックの使いで山田取ったあり、背の高い人もいたり、ね、いや女子プロのさまざまな要素を全部兼ね備えたような、確かですね、しかし、まあ、女子プロ万華鏡というか、なるほど、要素が見えそうですね、そして中心になりそうなのがこのレジ・ベネットであります。なんといっても体の大きさはもう抜群であります。しかもこの人もですね最近あのなかなかのテクニシャンが来ましたね、動きがね決してあの俊敏じゃないってことないんですよね。いろいろ細かい技も使って、前場の流れにしっかりこうはまった形で試合やってますよね。そうそうそう、完全にもう前場の選手になりきった感じであります、日本に来てあの数多くの選手がねやはりあのテクニックを磨いて帰るんですけども、このレジー・ベネットも多く成長した一人であります。さあ下田ファンにアピール、この辺りはいかにも島田美馬らしいところであります。元気いいですね、山田がちょっとお株を取られてますよ今までだったら山田がやってたんだからね、乗りに乗っている下田美馬輝いてますね、輝いてますか、技能賞だったって
去年も去年技能賞がまた嬉しかったんだ下田は、世界一意外な受賞でしたけども、 そういうこと言うとあの本に送れますか。いやいや、あの技能賞でもすっかりする気になってね、本当にもう輝いている感じの下田今。そういうふうにあの輝いて見えるという部分も一種の技能なんですよ。そうかなるほど。女子プロレスという、プロレスの中でも女子プロレスという、ジャンルで言いますか、それも技術の、そうでしょうね、はい。そして今下田からさあ井上にタッチでやります。山田がちょっと攻撃を受けている感じでありますが、この辺りでようやく反撃に転じました。山田が何かちょっと体の方も小さくなったような感じでね、これから頑張ってもらわなくちゃいけない、ある意味では全城一時代代表する選手の一人ですね。まだまだどうこれからですよ。そうですよね、はい、誰でもスランプあります。そういった苦しさをねバネにいたしまして、これから一段と飛躍してもらいたい選手であります。三田悦子、三田にも頑張ってもらいたい。三田そして井上高子の対戦になっております。サイドドライバー、さあカウントが入ります。まあとにかく前場のあの6人タッグってことになりますとね、動きが速くって実況アナウンサーなかなかついていけません、この辺りが体験であります。ああ、今度飛んだのは誰だ。堀田が行きました。堀田ですか、驚きました。堀田が警戒の動きを見せております。赤い爆弾が飛んできて、本当ですね。石野さん、はい、今度堀田は横浜アリーナでね、アルティメットファイティングということ で、 そうでした、ね、再び今の厳しい戦いに、臨むわけですがね、はい、ずっと最近試合前にね、練習をしてるんですが、はい、ボクシングのね練習を取り入れてましてね、はい、その他若手選手と一緒にサブミッションの、関節技のね、訓練なんかもしてるんですけども、今度ね、パンクラスで、関節技をね習いにね、パンクラスの道場に行くというね、情報も入ってますね。おそらくこの放送がある頃には、もう何度もファンクラスに行って、関節技が非常に上手くなっているんで、それが、ね、横浜アリーナで、ね、出ることになると思いますよ。蹴りがあって関節技を磨いたら、この人は重量もあるし怖い選手になりますね。今このアルティメットルール、バルトゥードスタイルこれ、ね、試合で、はい、打撃の得意な選手とか、あとは、グラウンドの得意な選手とか、いろいろいるんですけども、いろいろたくさん試合やった結果、やはりグラウンドのディフェンスとか、ある程度グラウンドの強い人が有利なんですよ、やはり、はいはい、ですからそういうのを含めて、まずディフェンス、そして1つや2つ、関節並びにこう締め技とかの、ねはいはい、攻めを身につけようということだと思いますけど、ね、あ、そうですか、これ解説の菅原さんとしてもドクターのために大変なインパクトだというふうに思ってますか。そうですね、3AA1 月22日挑戦負けましたけどね、もう一度っていう気持ちがあって、そのためにもまた新たな刺激をね、格闘技戦とかあんまバーリトゥードで、求めていくっていうのはいいと思います。そうでしょうね、とにかくベテランなんですけども、いつも大きな意味を失わずに、格闘予選がまっすぐだというふうに思いましたね。いずれバット吉永ともまた対戦するチャンスがね出てくるかも分かりませんよ。堀田由美子忘れちゃいけませんよ。怖い、大きな存在ですから、怖いなんて言ってちゃダメだよね。え、そして今度は山田、下田今の対戦を迎えています。おお、まず放送席からおおというね声が上がりました。どうだった今の。一回ありますね、またやってますね。これはなんかバックブリカーに持ってきてましてね、先ほども新人時代に使っていて、また最近復活させてほしいんですよ、しばらく見てなかったのか、ストレッチマフラーですね。そうですね、ストレッチマフラー、これも最近使うようになりました。なんともシャレたネーミングですけども、これ菅原さんがつけたの、ストレッチマフラー、風の頼りに、いやこれはね僕はいいネーミングだと思ってるんですよね。女子のプロレスらしいじゃないですか、ある程度シャレた名前ですよね。私のトンチということで、やられる選手はたまったもんじゃありませんけどもね。そして今度は三田悦子が登場してまいりました。さあ三田そして下田の対決になっています。これはもそんなに気持ちがこもってる対戦なんですよね、二人は。ただ三田選手と下田選手また組んでもらいたいっていうのは、気持ちの僕は個人的にはあるんですけど、ね、あ、2人が、なるほど、京子高子が 3AA 持ってますけれども、こう挑戦するチームがなかなか見当たらなかったり、そうかそうか、豊田選手伊藤選手とか、そういう組み合わせとか、もあるんですけれども、はい、
今度はどうでしょうか。あ、叩きつけられました。この辺りは三田悦子、大したもんであります。捕まっているのは井上貴子でどうか。痛い、ショップ思わず痛いという声を出しました。なんだ今のはバットか。もうバットも最近そんなことで格闘技路線に行けるのかな、心配になってきたよ。痛い。放送席で見てると怖いでしょ。怖いですね。狙われたら嫌ですよ、本当に。なんか今日なんか狙われてますよ。あ、また来るよ。さあ井上京子、井上京子も警戒の技を駆使しております。動きがなかなか良くなっています。そして山田が捕まっている。さあトップロープから攻撃を仕掛けるのは下田美誠、しかしこれは完全に空振りに終わりました。さあ堀田が待っている。堀田がタッチ出てまいりました。そこに強烈なキック、2発3発3連発でやります。あれも気持ちがいいでしょう、ね、え。そして南方から反転、しかしこれは空振り。堀田美誠のキックっていうのは長谷川どんな感じなんですか。重量があるから痛いだろうね。そうですね、どう痛いって、どう表現していいんでしょう。お互いほら、キックを持ち味にしてるだけに何とも言えないのかな。めちゃくちゃ痛いってことだけは確かですけど、見てるからスンとスンと重そうなの。心臓に来るんですよ、背中蹴られても。そりゃ大変だ。うわーって下を出した、ね、この辺りもきちっと決まっています。さあ、対角線攻撃になるのか、といった円陣を見せました。これは後頭部に綺麗に作りしております。そして今度はどうか、この上強化捕まっている。クリールキック綺麗に入りました。さあ髪の毛を捕まれているのは下田美誠、どうでしょう。トールツリーがいった。なんだこれは、これは交通事故あったようなもんですね。そうそうそう、本当ですよ。ダッカーにやられたみたいであります。さあ堀田由美子、堀田どうするか。おっと落とした。ピラミッドドライバーに入っている。カウントはカウントは2であります。あれ相手まさかの6人ですからね。ちょっとリング中央でしたけれどもね、簡単には決まらないかも分かりません。今度はどうでしょうか。今のは何よく使ってるんですね。あ、そう、一種のまあ、特にコンヒーローな。あ、そうかそうか、首技ですけれども、本当ですね。山田選手がこのところずっと正月の試合終わった後からレガースをつけずにですね、キックを封印して試合やってるんですよ。なるほどね。あえて自分を追い込むために、はいはい、一番自分の得意な部分を出さないようにして、なるほど、どこまで自分ができるかね、はいはい、だから昔の技とかをもう一回、また復活させたりとかですね。そうですか、なるほどね。先ほどの飛び技のように新たなあの技を使い始めたりとか、そしてこれは得意技の一つでありますが、はい、どうでしょう。となかなか最近はこれが決まりません。バースゴリースペシャルの体勢に持っていこうというんですけども、これも決まりませんでした。そして今度はどうか、後ろに持っていく。さあカウントはどうでしょうか。ドラゴンスープレックス、これもちょっと体勢が崩れてました。タイガースプレックス、タイガースプレックスね、体勢が崩れてました。さあもう一回、あっととにかく6人の選手が入り乱れておりまして、また場外戦になるんでしょうか。また場外、もう放送席に来ると大変だ。本当ですね。ただ一人、さあ宣言いたしまして、一気に飛んだ三田悦子でやります。三田悦子、ここからのは全く分かりません。そして今度は下田かな、下田が行くようであります。下田が飛んだ、ちょうど放送席の向こう側、カメラが捉えてくれております。カメラが捉えております。これも相当やはり効果があったようであります。そしてさあ下田今ニュートラルコーナー、トップロープに上がっています。こんなミサイルキックが入った。ボディに炸裂いたしまして、このままホーム体制に入る。カウント、カウントは 2.5。 いやー、これも決まりませんでした。さあこうなったら勝負を決めるのは果たしてどういった技になるんでしょうか。これも一瞬の隙をついて山田が行く。しかしカウントは2であります。さあそして三田行くか、出ていきました。三田、そして井上京子の対戦だ。バックを取る、バックを取る。そしてこのまま抑え込むかどうでしょうか。バックドロップも決まりませんでした。さあ井上京子、またニュートラルコーナー。さあお互いに行った。さあこれはどうなるのか、どうなるんでしょうか。このまま押し倒していく。そして決めに行っているが、これは不十分でしょう。やはり体勢が十分ではありませんでした。なかなかカウント3を取るのが難しくなってまいりました。今日のメインイベント、60分1分勝負、これは失敗だ。そしてキック、
カウンター気味に炸裂いたしました。さあ三田が行くぞ、三田が行くぞ。さあおっとまた一気にしてこのまま決めに行くんですけども、カウント3は取れません。井上京子、最後はフィジートリックが決めますか。やはり出る人が出た。さあどうでしょうか。どうでしょう。さあ今のか早かったね。おっ、そしてボディープレスの体勢でカウント、カウントはこれも2であります。もうブロックバスターから今ダイビングボディープレス、ブロックバスターですよね。病院送りにするような。しかしもうこのまま行くんでしょうか。さあこれも決まるか。殺人フルコースで重量攻撃、はい、殺人フルコース。しかしこれはなんとか山田カット。そして最後はどうでしょうか。今の体重だったんで自分の体重でちょっと苦しかったレジー・ベネットであります。しかしなかなか決めることができません。こういったノックインタックっていうのは最後のフィニッシュが問題であります。さあこれ何しようというんでしょうか。このまま決められるかな。デスバレーボム行くんでしょうか。逆になりました。さあまた持った、また持った。お、今のはちょっと崩れましたかね。崩れた。しかしカウントは入っている。カウント、カウント、これも 2.5。 レジー・ベネット相手にデスバレーボムはなかなか難しいと思います。さあっとショップ。さあこのまま片指の体勢だ。果敢に勝負を仕掛けていくんですけども簡単にカウント3は喫しません。さあフジー・ベネット、そして三田悦子、2人の対決になっている。2人の対決だ。さあ今度はどうか。このままおっと持ち上げた。あー、熱だ。これは3つ入ったか。今掘ったでしょう。うまかったですね。いや勝負が決まったと思いました。何で決めました。もう1回かな。叩きつけられます。お、しかも決めに来ませんよ。今度はあそこから一気に飛ぶんでしょうか。さあ大事になっているみたいです。さあ一気に飛んだ。フライングボディープレス、これは決まった。ミッド入った。すごいですね。最後はやはりこの人しかありませんかね。菅原さん、いやー、やっぱりまあみんながみんなそれぞれフィニッシュ級の技を出し惜しみせずになっていったんですけれどもね、はいはい、やっぱり一番でかい人が最後は決まりましたね。ねえ、しかし存在感があります。よく動きました。6人タッグマッチ、最後はレジー・ベネットが決めてくれました。レジーもタイトル戦に絡んでいってもらいたいようなもう存在になりましたね。本当にもう力をつけてまいりましたね、はい、レジー・ベネット。6人の選手の中で最後に決着をつけたのがレジー・ベネットでした。素晴らしい一戦でした。いやー、まさに手に汗握る今日のメインイベントでございました。レジー・ベネットが最後はピシーッと決めてくれたんですけどもね。それではですね、ちょっと試合が終わった後、三宅アナウンサーに控室に行ってもらいましてね、インタビューをお願いすることにいたしましょう。はい、インタビュールームです、こちらの方に勝利者チーム持ってまいりました。お疲れ様でした。いや、しかし最後のダイビングはすごかったですが、Your final diving is good, ね。Oh, thank you. I've been practicing. A lot of practice. You never know. How do you feel? I feel pretty good. I'm just trying to get over a cold right now. But, I had a lot of backup today, so I'm happy about it. さあ、ということで、今日の試合もそうなんですが、もう次のことに行きましょう。横浜ではもうこの2人がもうですね、タイトルをかけて戦うということで、そちらの方のですね、抱負というのをせっかくの機会ですから一言ずつ。まあ、ベルトは欲しいですけど、まあ、2人でやって地味にならないように派手に試合をしたいと思います。はい、どうでしょう、チャンピオン。結構下田さんとシングルであんまり勝ったことないんで、横浜アリーナはちょっとなんか変な緊張があるんですけども、まあでも初防衛戦ですんで、ね、みんな初防衛って言ったら大体みんな初防衛してるんですよね。だから初防衛でしくじらないように頑張ろうかなと思ってます。はい、はい、ということでございました。どうもお疲れ様でした。今日は熊本からお伝えしました全日本女子プロレス、まあ、いつもこの番組の
裏方といいますか放送作家の菅原誠さんが今日は急遽放送席に来ていろいろありがとうございました。 あんまりとんちが聞けん、いやいやいやもう大変助かりました。まあフォローに徹しましたんで、いやまた一つチャンスがありました。よろしくお願いします。はい、こう今回1回限りじゃないですかね。いや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 、これからもたくさん出番があると思いますよ。はい、お隣でございます、バット吉永さん。はい、ありがとうございました。今日はどうでした？今日楽しく見れました。楽しくってもなんか怖そうだったよ。ちょっと怖かったです、みんな狙っちゃったよ私ほど。いやそして逃げてきて僕のことを押し潰したでしょ。すいませんでした。一生忘れませんよ。すいません。そしてね、今カウントダウンの最中、はい、長谷川早紀江さんね、放送席に座ってくれて、はい、どうでした？選手って面白いですよね。やめてからもぜひファンとして見に行きたいと思います。お3月31日、はい、楽しみですね。はい、三宅アナウンサーなんか楽しみです。そうなんです、みんな泣かせようと思って。そう泣いちゃダメだよ。ね、笑って一つ、ね、リングに別れをつけてください、はい。こういうことで今日は放送席の方も賑やかでございました。この辺りでお別れしたい。ごきげんよう、さようなら。